中日です。ドラゴンズが連勝中、ベイスターズは3連敗中であります。そしてドラゴンズ今日の先発は立浪監督待望の小笠原が復帰登板であります。今日から復帰で2回、4番の牧にフォアボールの後、5番の外、レッグや高中の舞い上がった打球はフェンスダイレクトの打球、あわやホームランかという打球は先制のタイムリーツーベースになりました。 DeNA が1点を先行。今日また横浜スタジアム満員です。で、大和凡退でランナーが3塁の後、7番の峯井が三遊間突破、レッド前のタイムリーヒット。2回にはベイスターズが2点を先行です。そのベイスターズの先発は去年から対ドラゴンズ戦4連勝中、防御率が 0.51 というロメロ。1回2回にヒットを浴びたものの得点を許しません。3回は鵜飼フォアボール、バッター2番の岡林三遊間を破ります。誰もいない三遊間、1、2番が出塁、ノーアウト2塁1塁で、このところ3番は石川昂弥、送りバント作戦。ピッチャーの左前方、ロメロ打球処理、しかしながら三塁悪送球、セカンドランナーが帰ります。エラーでまず1点を返しました。そしてなおも塁上ランナー二塁三塁、4番のビシエド、今シーズンは得点圏アベレージが1割7分2厘の4番バッターがセンターに弾き返しました。同点のタイムリーヒット、ドラゴンズ追いつきます。打線がつながりました。2対2同点。さらに5番の阿部がデッドボールで満塁、6番の高橋周平、これまた4月の29日に戻ってまいりましたが、打球は強く叩いた打球はレフト線上、フェアかファールかというあたりが犠牲フライになって、3対2ドラゴンズ勝ち越しに成功。高橋周平は今シーズン初打点であります。ドラゴンズが逆転して迎えた中盤の4回でありますが、ワンアウト2塁3塁、ベイスターズの反撃でも石川昂弥、このサードライナーをさばきます。ナイスプレーです。非常に俊敏な動きでした。ワンアウト2塁3塁は2アウト、8番が伊藤、バットの先端でした、つながりません。ベイスターズ打線2者残塁です。小笠原が粘ります。となると味方が5回の表、ワンアウトからバッター5番の阿部、ショートゴロ、しかし名手と言われる大和が悪送球、ランナーが出ます。出た後で立浪監督が仕掛けます。スタートを切ります。盗塁成功、ワンアウトランナーが2塁。今年は攻撃力が課題と言われているドラゴンズ、バッターその後6番の周平がきちんとピッチャーの股間を破る打球はセンター前ヒット、タイムリーとなって4点目、4対2、中盤の1点です。ドラゴンズペースになってまいりました。小笠原が喜びます。そしてその小笠原のピッチング、6回でありますが、ツーアウトランナー2塁、さっきエラーの大和が打球はレフトに舞い上がる、ぐんぐん伸びてフェンスダイレクトの打球、タイムリーヒットになって4対3、またまた DeNA の反撃です。ここでピッチャーは変わりますが、さあ終盤に入った8回であります。エラーで1点をもらったドラゴンズ5対3として、なおワンアウト2塁3塁、バッター2番の岡林、セーフティースクイズを敢行、これがピッチャーよくさばいたんですが、野戦となりフィルダーチョイスとなりランナー生還、6点目。さらにこの後3番の石川昂弥が犠牲フライで7点目、7対3とドラゴンズ逆転勝ち。ドラゴンズ打線今日は11安打7得点であります。勝ったドラゴンズ今シーズン3度目の3連勝で貯金3、 DeNA は初の4連敗、借金が6となりました。 DeNA 対中日です。今シーズン初の4連敗で借金6となった DeNA、 先発はまだ勝ちのない大貫、立ち上がり中日1番ルーキーの鵜飼、左中間にいきなりのツーベース、ノーアウト2塁、2番
3年目の岡林。初球送りバント、峰に飛びますがこれは一塁間に合いません。記録は内野安打。一塁三塁チャンスが広がります。中日3番石川昂弥、これはスプリット、ワンアウト。なおも一塁三塁でビシエド。2球目三本間に挟まれます。これで2アウト。この後大貫は5番の阿部フォアボール、2アウト満塁。バッターボックスには昨日2打点の高橋。2-2から得意のスライダーでした。満塁のピンチを切り抜けます大貫。一方中日の先発は今シーズン初登板、8年ぶりの先発の岡田、4回です。この回先頭は大和。6球目ショートへ強打、おっとこれが手につきません。記録は内野安打。強打はこの後の打席で溝脇に交代しています。そして峰、スリーボールワンストライクから狙っていましたスライダー、レフトスタンドへ。今シーズン第1号は2019年以来3年ぶりのホームラン、ツーランホームラン。 DeNA ベンチが盛り上がりました。今日も2点を先制しました DeNA。 なおも5回、この回は2番の大田から始まります。初球右へ持っていきました。フェンス直撃、ツーベースで出ます。そして3番は佐野、1球ファウルの後の2球目、これはうまく右へ持っていきました。ライト前ヒット、佐野のタイムリー、これで3点目。3点は取られますが岡田、この回は5番の外を三振に切って取りました。結局今日の岡田5回を投げて3失点、先発としてはまずまずのピッチングでした。一方の大貫、2回から5回までパーフェクトのピッチング。6回デッドボールのランナーは出しますが4番の西江戸をフルカウントから、ツーアウトの三振8個目。今日の大貫6回2安打ピッチング無失点という内容でした。7回に1点を返された DeNA はその裏、3番手復から楠本フォアボール、そして太田三遊間を抜きます。今日3本目のヒット、移籍後初の猛打賞。これで1塁2塁、追加点のチャンスで佐野、ワンワンから今度はセンター前に運びました。佐野今日2本目のタイムリー、これで4対1、再び3点差。なおもランナーを置いて4番の牧に一発が出ました。高々と第6号はスリーランホームラン。7回 DeNA 一挙に4点を入れて7対1、試合を決めました。 DeNA は9試合ぶりの2桁安打で連敗を4で止めました。中日の連勝は3で止まっております。そして大貫は今シーズン初勝利。なお途中交代の強打について立浪監督は4回の守備を上げ登録を抹消しました。ではヒーローインタビュー、大貫、峰井のバッテリーです。しっかりと自分らしいピッチングができましたし、峰井さんのリードに引っ張ってもらって、いいピッチングができたと思います。峰井さん、あのスライダー狙ってましたか？そんな技術はないです、はい、いい風に乗ってくれてよかったです、はい、群馬といえば DeNA 対中日です。大江さん、こちらの試合はどのあたりが注目でしょうか？はい、この両チームのね、スタメンを見てもらいたいんですけども、はい、やっぱり相手の左ピッチャー、それから中日の谷の右ピッチャー、はい、これに当てて、まあ、ここのところもずっと予告先発なんでね、まあ、こういうことが思い切ってできるんで、昔見るとね、警察メンバー使ったりなんてことやったけど、もう思い切って崩しに行くぞというね、お互い両チームそういう打線組んだんで、その
効果がどっちが出るかなっていうゲームですね。でも極端ですよ、これもね。ねえ。はい。それではどうなったのか、試合をご覧ください。坂本はここまで4試合先発し、0勝2敗です。初回ワンアウトで岡林。3球目をレフトへのヒット。この後、2つのフォアボールで徐々とながら満塁のピンチです。坂本は2試合連続満塁ホームランを浴びています。バッターは石川昂弥。センターへ大きな当たりだ。伸びていく打球、神里抜き直って掴みます。三者残塁、坂本は無失点に抑えました。福谷は中10日での先発で2勝目を狙います。初回1番の楠本、初球強い当たり、一塁手ビシエドファンブル。楠本は一塁セーフ。いきなりランナーを背負います。神里は打ち取りますが、昨日猛打賞の佐野にフォアボールで二塁中で牧。3球目は逆球、そして牧は逆方向、2試合連続の7号スリーラン。両先発明暗分かれた立ち上がり。子供の日、スタンドのお父さんやお母さんもお子さんも大喜びです。坂本は2回以降毎回ランナーを背負います。4回の中日は木下がレフトへのヒット、先頭が出ます。続く三ツ又、今シーズン初昇格初スタメン。初球から打ちました。左中間フェンスを直撃します。早くも今日2本目の自身ツーベース。強打の代役として存在感を見せつけます。ノーアウト三塁二塁とチャンスを広げ、ピッチャーの福谷。初球を叩いてショートゴロ。この間に三塁ランナー木下が帰り、3対1です。ワンアウト二塁の場面が残り、鵜飼。サードの倉本は4月26日以来のスタメン。丁寧にさばいてランナー動けず、ツーアウトになります。続く岡林、2球目。課題だった二回りの坂本がこのピンチを最少失点で食い止めました。その裏、ワンアウトで5番の外、ライン際抜きます。長打コース、この1本がツーベースになりました。続く6番の戸柱、セカンド阿部、止めるのが精一杯、内野安打、3塁1塁となります。そして倉本、3塁1塁で勝負は7球目。今シーズン6試合のスタメン起用にタイムリーヒットで応えました。4対1とし、なおも2塁1塁で柴田。若いカウントから打って出る、なんと4連打。満塁の場面でピッチャー坂本に打順が回ったところで三浦監督は決断、代打は藤田。その初球、三浦監督の起用にベテランが応えました。DeNA はこの回5連打を福谷に浴びせ、2点を追加、4点のリードを奪って押せ押せムード。5回、先頭の佐野、チーム7本目のヒットを放ちます。ノーアウト1塁で先制スリーランの牧。フルカウントになってランナー走ります。牧は右中間を抜いていく当たり、この一打はツーベース。佐野が6点目のホームイン。送球間に牧は三塁を取ります。なおも外、バットの先高く上がって上空、風に打球が流れて落ちてタイムリーヒット。牧ホームイン、7対1。バッターランナーの外は2塁でアウトになりますが、リードがまた広がります。 DeNA は平田が5回から登板。6回の中日は先頭の石川、センターへのヒット。この後はツーアウト2塁1塁の場面が出来上がり、鵜飼、ツーストライクからフォークに空振り、戸柱は捕球できず振り逃げとなりました。ツーアウトながら初回以来の満塁です。岡林の打順が回ったところで平田から菅田へスイッチします。4球目、捉えてライト楠本構える、スリーアウト、三者残塁。 DeNA は
7回から4人目の入江が登板。先頭は郡司、今日スタメン3番牧、飛び込む送球がそれて内野安打。中日の先頭出塁はこの試合4度目。ノーアウト1塁で4番ビシエド、空振り三振。今日も快音が響きません。ワンアウト1塁で阿部も連続三振。ツーアウトとして石川昂弥、三者連続三振。入江は続投した8回は三者凡退に封じています。そして8回の DeNA3 人目の森に対し、打席は戸柱、粘って12球目、ボール際伸びて1号ホームラン。8対1として続く倉本、初球を打ってセンターバックスクリーンに吸い込まれました。2年ぶりのホームラン。さらに2アウトで入江の代打宮本、これも大きな当たりです。宮本は4年ぶり、このイニング皐月のサードに3本目のソロホームラン。子供の日に最高の試合展開をプレゼント。 DeNA13 安打で快勝です。2年目の入江が2回無失点で好リリーフ、プロ初勝利をマークしました。ヒーローインタビューは昨年のドラフト1位に入江投手と先制スリーランの牧選手です。本当に、ここに立っていろいろなファンの人の顔が見れて本当に嬉しいです。皆さんが笑顔で拍手をしてくださっています。どんなお気持ちですか？最高です。自分たちが、入団してから一緒にお風呂に入る時間が長かったんですけど、その時にいつか2人でお立ち台立てたらいいなっていう話をその時してたんですけど、ここでようやく叶うことができたのですごく嬉しいです。初勝利遅くなってしまったんですけど本当にごめんね、ごめんねー。